こんにちは、クレポンです。アンナです。いつもアップルスタイルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。では今回はちょっと嬉しいやつ。何回か、はい、ご紹介今までもさせていただいてるはい、ピタカさんからまたオファーをいただきました。ありがとうございます。はい、今回はですね、私たちが結構目つけてたんだよね。そう、前の動画見ていただくと分かると思うんですけど、展示会にも行かせていただいて、うん、イベントね。うん、行ってこれめっちゃいいって言ってたやつをご提供いただきました。はい、それがじゃーん、アップルウォッチのバンドとケース。はい、めっちゃ気になってたやつ、気になってたやつなのですごく嬉しいんですけれども、はい、ね、早速開封して、はい、ちょっと私たちのアップルウォッチシリーズ7と8で、あと昔の3か、うん、3にもちょっといろいろつけてみたいなと思います。はい、で過去の動画に関しては概要欄にリンク貼っておきます。あとこちらの商品についても、購入いただけるリンク貼ってますのでご覧ください。はい、じゃあ早速、はい、行ってみましょう。バンドとケースですね。でバンドがね2種類、うんうん、あるんだけど、はい、モダンバージョンとレトロバージョン、はい、で今回はレトロバージョンをご提供いただきました。でこっちのねケースはね前やったよね、うん、そう、私もねずっと普段使いしてるケースなんですけど、うん、一応改めてレビューをさせていただこうと思います。はい、このレトロとそのなんだっけ、うん、モダンって何が違うの？ここの継ぎ目がまっすぐなタイプがモダンで、うん、このレトロはこうちょっとデコボコみたいな、うん、こんな形になってるやつですね。うん、箱ねめちゃくちゃずっしりしてるんだけど、そうだね、重そうだが、しかしよね、しかし絶対ピタカさんの商品だから軽いはずです、中身は。なるほど。でこれすごいなって思ったのが、うん、全機種対応。どういうこと？アップルウォッチ全世代対応です。え、これ1個買えば。すごいね。え、すごくない？38ミリから49ミリのウルトラまで今適用しているみたいです。本当に？はい、はい、よし、開きました。はい、じゃん、うわー、かっこいい。もう高級感が出てますね。ちなみにお値段9299円です。高級しーん高いけどそれなりに ね、まあ、ね、あるんだよね。だって、うん、絶対その秘密はあります。あるね。どんな、あの箱が重かった。はい、どうぞ。軽っ。めっちゃ軽い、びっくりした。ちょっと同梱物だけ確認します。長さ調整するための手順書と、うん、あと本体と、あ、見てこれ、いろいろ入ってる。あ、ここね、ここを調整いろいろできるんだ。付属、もう少し長くするための、うんうん、と、あとキット。大きなサイズの方がついてそうだね、もともと。そうだね、うん、そうだね、うん、大きいのがついてるね。こっちが、うん、40mm、42mm、45mm、49mm 対応で、うんうんうん、でこっちが 38mm、40mm、41mm 対応と、うん、いうことですね。何グラムなんだっけ？すごい軽いねっていう話だったけど、これがですね、ちょっと測ってみよう。でで、32g だ。軽い。え、すごい ね、 軽いね。一応ね、ここ見たら 33g と書いてあるんですが、うんうん、32g でした。つけててもそんなに違和感ないんだろうな。うん、違和感ないね。見た目本当に重量感があるけど、 その期待を裏切る。そうそう、いい意味でね。いい意味で裏切るよ、本当に。この部分の開け方がちょっと気になるんだが、ここにボタンがついてて、両サイドにこれを押して、あ、こうだ。あ、これ改良版みたいで、うん、以前そこの部分がまあ錆びるっていうことで改良したみたいで、うん、その磁石の部分ね。なるほど。うん、錆びないようになってるみたいですね、今は。このね部分がマグネットになってるから、ただ置くだけでポチってなる。あ、これ便利、楽だね。めっちゃ便利。びっくりした今。で外す時も、うん、
こう上にかな、うん、ちょっと上にこう外すだけで、そう、すごい、しかも結構頑丈よ、へー、あるかな、もうこの距離で、うん、よいしょ、送るね、うん、外れないようになってんだろうね、引っ張ってもね。これ私がすごくいいなと思うのは、うん、大体この磁石の部分って、うん、磁石の部分っていうかその何接続部分、接続部分、うん、で金属じゃない、あ、そうだね、そうなんだけど私ちょっと金属アレルギー気質だから、うん、結構そこがこう汗にすれて、うん、荒れたりとかするんだよね。でもここも完全にこのタイプだから肌に触れる部分に金属の部分はないね、うん、今回あるのが全部ちっちゃいサイズのウォッチばっかりなので、はい、ここの付け替えをやってみよう、はいはい、付け替えをしてみようと思います。なんかね、はい、コツが必要そうなんだけど、うん、これがちっちゃい方の 38mm から、うん、41mm のやつだね、はい、この構造なんだけど、なんかよくあるやつってこう押したら全部こう抜けるタイプだと思うんだけど、これさ、なんかこっちから押してもこう、わかる、バネみたいな、バネになってる、そう、こっちもそうだし、うん、こっち側もバネになってるんだよね、本当だ本当だ、そう、うんうん、そう、両方バネになってるんで、まずこのバネになってるやつ抜きますには、うん、押してよし、ちょっとこう外したい、横にずらすような、うん、上げると抜けます、うん、でこの時に位置間違えない、そう、ね、これ裏表ね、そう、そう間違えないように、もともとついてる、ね、うん、そうだね、ながら、ここのマグネットのその接続部分のここに丸が2つ点がついてる、これが裏側、取り付ける金具の方も真ん中がシルバーの方が裏側、うんうんうん、まあ、それで位置合わせをまずしとくね、でじゃあもともとついてたやつ取ります、押してちょっとずらせば、お、すぐ取れるね、これを押した時にちょっとこれを手前か奥か、うんうん、この穴からずれるように押せば付ける、付けるときは、はい、まずこの棒を差し込みます、はいはい、でどっちかの方だけ先にこの棒と穴とセットで通しておきます、うん、てるね、うん、こんな感じで引っ掛けておいて、うんうん、もう見えた、うん、見えた見えた、で今ね、よいしょ、でパチっていた、パチって今入ったね、うんうん、でできました、こういう感じで、ちょっとコツが、コツがね、いります、いります、私たちに合うサイズに変えました、はい、じゃあアップルウォッチつけてみようか、つけてみて、これ38、うん、まあこれは普通のバンドと一緒かな、じゃんじゃん、かっこいいね、この本体のカラーちょっと合いますね、うん、ではパチって、もう、はい、こんな感じ、はい、すごい、こんな感じですね、はい、かっこいい、軽っ、なんかもう本当にアップルウォッチの重さしか感じない、なんかこのさ、こういうバンドって、うん、ここのね、曲がり、曲がるところがなんかちょっと手首に当たってなんかジカジカしたりとか、あとなんかたまにさ挟まったりしない謎の現象起きるじゃん、そういうのないと思う、もうすんごくフィットします、手首に、いいね、シリーズ7にも、じゃあスターライトにつけるとどうなのね、ちどな、せーの、どん、あ、かっこいいね、いいじゃん、スターライトも悪くないね、あ、うんうん、いいと思います、うん、受けがあって、でそっちからかぶせるだけ、あ、ね、いいね、いい、でしょ、痛くないよね、全然痛くない、ここにケースをかぶせればいいんだね、このね、うん、まあスターライトのでもすごい十分かっこいいんだけど、はい、この前もちょっとご紹介してるアップルウォッチのケース、エアーケース for アップルウォッチ、アラミド繊維ですね、はい、できております、でこれはちゃんと 41mm タイプとかあるので、はい、自分のアップルウォッチに対応してるものを選んでもらうっていう形です、はい、じゃんじゃん、これなんだが、はい、もう今にも叩き潰せそうな薄さ本当にエアーよね、そう、もう本当これこそ何ミリって、何ミリじゃない、何グラムよ、いやもう1ある、測れません、測れませんあの壊れてるわけじゃないよ、壊れてるわけじゃなくてね、測れません、本当 羽ぐらい、はい、1グラム未満感じられないほど軽量って書いてある、もう感じられない、本
本当そうなんだけどめちゃくちゃ強いんだよね。そうですね、あのスーパーカーとか宇宙船とか防弾チョッキによく利用される素材で、薄さがね 0.85 ミリだって。この私の力で実はめちゃくちゃ圧力かけてるんだよ、はい、私の手震えてるの分かるかな今押さえてるけど一生懸命ねこう変形しようと思ってるんだけど、やっぱすごくね弾力性が高くて、うん、そう全然真正面に潰れないんだよね。じゃあもうスターライトちゃんにつけてみます、はい、かぶせちゃいました、はい、そのままかぶせるのか、うん、そうだね、このクラウンの方から入れてでこっちにパチって、おお、変わった、やばいちょっと待ってかっこよすぎ、うん、あれかっこいい。やっぱそのバンドをつけるんだったら、うん、ケース合わせた方がいいな。いいね、一体型のバンドみたい、うん、スターライトに飽きてきた人とかは、うん、多分このケースつけて、うん、このバンドつけたらいいんだろうな、うん、スーツにも絶対に合うだろうし、うん、普段ねシンプルな格好とかされる人だったら、ね、めちゃめちゃ普段使いにもいいと思う、ね、あとは金荒れの人にもね、そう、うん、絶対向いてると思う。すごくいいよ、なんとも言えん、いいね、ちょっと文字盤もこれね、うん、あれだわ、選びます ね文字盤、あ、これとか合うんじゃない文字盤、あ、かっこいい、いいね、ねえ、この私の8につけてみようか、はい、かっこいい、黒かっこいいわ、いいねめちゃくちゃかっこいい、やばい、で、さらにケースをつけてみる、クラウンもあれだね、ミッドナイトだったらしっくりくるな、フルボッチ北か、うん、セレクション、セレクションエルメスエルメスバージョンみたいな同じ感じです。あ、私これにするわ、うん、女性でも、うん、あのこれつけてたらうお、キャリアウーマン来たなって思うかもしれない、うん、でも9000か、そうですね、でちなみにこのケース、はい、3999円、ちょっとお高めです。お高いね、まあ、ただそのねアラミド繊維ですごく頑丈に作られてるし、で何より軽量がやばい、うん、やばい、うん、そこもいいですよ ね、 いいね、だから素材にはめちゃめちゃこだわってて見た目もめっちゃかっこいい、うん、かっこいいっていうバンドとねケースの紹介でした。はい、はい、ということで、はい、バンドとケースつけてみました。はい、どう、いやもうかっこいいよ、いやもうこれはちょっとアンナさんにめちゃくちゃ似合うからつけてもらおうと思います今後、はい、こういうねジャケットとか、うん、ちょっと急遽着替えたんだけど、うん、そう色が分かんなくなっちゃう、ね、分かんなくなっちゃうから、うん、まあねこういう本当にキャリアウーマンみたいな方がつけてたら超かっこいいなと思って、なんだろうな、結構やっぱ男性に似合うのはもちろんなフォルムなんだけど、うん、こうやって女性でも別にそこまで主張もせずこの光沢感とか高級感もあるしね、そうだね、うん、なのですごくいいと思います。であとは本当このねマグネットのタイプ のね取り付けやすい、めちゃくちゃ取り付けやすいのと、まあ、細かな、うん、あのところこのね箱の配慮とかもめちゃくちゃあったので、あとはあれですね、これを買えば全サイズいけるっていう、うん、あ、そう、そう、それもいいよね。例えば、まあ、私が今8買ってます、はい、で、まあ、ここウルトラ買いましたってなったとしても、うん、ウルトラにそれをつけたいってなってもそれが応用が効くってことなんだよね。いやすごいと思う、よく考えてるなって そこの部分でも思いました、ねね、うん、ただお値段もねあえて言うならそこです、高級感あるけど高級なんです、でもお値段の価値はあると思いますそうですね、めちゃくちゃ軽いし、はい、うん、いいと思います、はい、では今回の動画が、気になってあの商品をお求めいただきたい方はぜひ概要欄に貼ってますので、はい、リンクから飛んでみてください。今後もこのようなアップルに関するアクセサリーのレビューであったり、あとはアップルの最新情報であったりを配信していきます。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。